ピーターズバーグ、ピーターズバーグは、アメリカ合衆国バージニア州の独立市であり、アポマトックス川沿いに位置している。人口は2010年国勢調査で33,420人だった。リッチモンド・ピーターズバーグ地域の中の3都市地域、トリシティーズ、ピーターズバーグコロニアルハイツ・ホープウェルの3都市を構成し、全米第43位の大都市圏。 リッチモンド大都市圏の部となっている。経済分析局は統計上の目的で、ピーターズバーグ氏、コロニアルハイツと共にと隣接する、ディンウィッティー群島を組み合わせている。ピーターズバーグ氏の最も重要な資産の中で、1767年から1768年にかけて建設され、アメリカ合衆国国家歴史登録財に挙げられている、パンラーディオ様式の邸宅、バターシーガール。 やはり国家歴史登録財として、南北戦争の時のピーターズバーグ、国立戦場跡がある。この町における、アフリカ系アメリカ人の長い歴史に関わる多くの歴史資産が中心外にあり、第一バプテスト教会やギルフィールドバプテスト教会は、町で最古と二番目に古い黒人教会であり、国中でも最も古い部類に入る。1607年に、 イギリス人がバージニアに到着したとき、この地域は、ジョン・スミス船長の地図では、アパマタックとして示され、重要な種族である、ポーハタン族が支配していた。この種族は、戦いの主張である、国王のサム王とその姉妹である、オパソクヨナスク女王によって収められていた。このアルゴンキンゴ族は後に、現在のピーターズバーグセーエンデルホイックリークに町を、形成した。 正式にはロホーイックあるいはインディアンタウンラン。1646年、イギリス人は少し離れたアポマトックス川の南岸にヘンリー・トリデを建設した。エイブラハムウッド大佐がその後の時代に、ここから有名な遠征隊を数度派遣し、アパラチア山脈までの西方の各地を探検させた。 1675年頃のいずれかの時点で、その取りを指揮し、インディアンと交易を行っていたピーター・ジョーンズが、近くに、ピーターズ・ポイントと呼ばれる、交易基地を開いた。1700年代初期からはこの地域に、ボーリング家も住んだ。1733年、ウィリアム・バード2世位、同時にリッチモンドも設立したが、ピーターズ・ポイントで、都市建設を計画し、 ピーターズバーグと解明することになった。バージニア植民地議会は1748年に正式にその姿勢を認めた。アメリカ独立戦争の間の1781年に行われたピーターズバーグの戦いはイギリス軍がバージニア支配を取り戻そうという試みの一部だった。これは成功しなかった。終戦後の1784年、近接する。 ブランドフォードとポカホンタスの町が公式にピーターズバーグ氏に合流した。戦後の20年間で独立の時の平等の夢に刺激された多くの奴隷所有者が法的結婚以外で生まれた非着室主である者も含め奴隷を解放した。仕事ができることもあり、多くの自由遊色人が成長を続けるピーターズバーグの社会に入ってきた。 彼らは1774年に第一バプテスト教会、1797年にギルフィールドバプテスト教会を設立し、これらは町で最古と二番目に古い黒人教会となり、国中でも最も古い部類に入る。ピーターズバーグ港は綿花、タバコ及び金属を加工し、その後にこの地域から輸送するための商業の中心として有名になった。この町は、 州の産業の中心にもなった。1813年には、舗装道路が現れ始め、間もなくアポマトックスだけを迂回する運河が掘られた。次に、町から四方八方に結ぶ鉄道線が作られた。19世紀半ばに輸送技術が発展し、ピーターズバーグは、北はリッチモンドと、西はファームビルやリンチバーグと、南はノースカロライナ州ウェルドンと結ばれて、 鉄道中心として結出した存在になった。最後の主要線は1858年に完成した東に向かうノーフォークピーターズバーグ鉄道だった。1851年、町にはガス灯が導入され、1857年までには新しい水道が作られた。これらすべての公共事業により相当の大きさの産業がこの町に引き付けられてきた。そのほとんどは タバコ製造業であったが、綿花や小麦粉の製粉及び銀行なども成立した。1860年のピーターズバーグ市人口は18,266人であり、その半数は黒人だった。さらにその3分の1は自由黒人であり、産業や貿易での食用機会を求めて市に集まって来たものだった。ピーターズバーグは、 アメリカ連合国の奴隷保有州の中でも最も高い自由アフリカ系アメリカ人男女の比率を示し国中でも最も自由国人の数が多かった多くの自由国人がポカホンタス島に住んだポカホンタス島歴史的地域は国定歴史史跡に含められている人口の半分を占める白人の90%はバージニアの生まれだったバージニア到着の白人は 自由国人と同じくらい、当時の社会で虐げられていた人々であった。米英戦争の時の献身ぶりから彼らの帽子に、つけられていた花飾りをた,たえて、花型帽子の死というあだ名がつけられることになった。1861年に南北戦争が始まった時、ピーターズバーグの人々は再度戦いに応じた。この町から南軍へは、不評数個中隊や、 砲兵隊さらには三個機兵隊が提供された。1861年4月、ピーターズバーグの300人以上の自由国人が、その指導者と共に、ノーフォークの要塞化工事を志願して出た。多くの奴隷も、その所有者たちによって志願することになった。1864年、ピーターズバーグは、ユリシーズ・グラント将軍のオーバーランド方面作戦で、重要な目標にされた。 多くの鉄道があったことにより、アメリカ連合国の首都、リッチモンドなど主要地点に耐える生命線となった。コールドハーバーの戦い後、グラントは、リッチモンドの東に泊まり、南のピーターズバーグを目指した。グラントは、ピーターズバーグに入る鉄道を遮断することで、リッチモンドに入る物資を止めようとした。6月9日、北軍第18軍団のウィリアム会。 ボールディ・スミスがもともと1862年の半島方面作戦の時にジョージ・マクレラン将軍指揮するポトマックに対してピーターズバーグを守るために作られた一連の強壁であるリモック船を攻撃した。南軍は約2000名だった。この防御船は簡単にダッシュできるものだったがコールドハーバーでの記憶がまだ鮮明に残っており、スミスとウィンフィールド、 スコット・ハンコック将軍は防御の施された前線に対する攻撃を瞬巡した。南軍 PGT ーリガード将軍がピーターズバーグでポトマック軍に対峙していることをロバート・ E リー将軍に知らせた。リーが後に到着し、292日間に及ぶピーターズバーグ包囲戦がしまた。東側の前線では両軍の残豪戦が非常に近く位置していた。 第48ペンシルベニア連隊のある兵士は、文民の時に、石体交付であり、大きな声で、もし我々が、あの下に坑道を掘れば、あの砲台を吹き飛ばて後方も、なくできる。と話した。師団長のヘンリー・プレザンツ大佐がこのアイデアを、真剣に取り上げ、上官に伝えた。この計画は、実行に移されることになった。7月30日、坑道は爆破された。 この時のクレーターの戦いは、北軍側のお粗末な統率力と南軍のウィリアム、魔法恩将軍がすぐに到着したことで北軍が敗北した。北軍の損失は4000名以上だった。この有名な戦闘は2003年の映画、コールド・マウンテンで描かれた同盟の小説に基づく。1865年4月初め。 北軍はその左翼をうまく押し上げ、ウェルドンに至る鉄道とサウスサイド鉄道の両方に到達した。これらは、ピーターズバーグにとって、南軍の残りと物資に対する重要な生命線だ。この展開により、ピーターズバーグ方位戦は終わった。ピーターズバーグの陥落は、アメリカ連合国の首都リッチモンドがもはや守りきれないことも意味しており、 ロバート・ E ・リーの最後の撤退行を促すことになった。その後、アポマトックス・コートハウスでのリーの降伏となり、事実上戦争は終わった。南軍の AP ・ヒル将軍は南軍がピーターズバーグの残豪戦を守っていた最後の日に戦死した。ピーターズバーグの周りに張り巡らされた広大な残豪網の使い方はその後の戦争のやり方を変えた。 第一次世界大戦のヨーロッパでは、対立する両陣営の軍隊が後半に残豪を用いた。南北戦争が終わった頃には、ピーターズバーグは一連の防御施設で取り囲まれていた。これら要塞などの多くは、ピーターズバーグ国立戦場公園、及び隣接するディンウィッディ軍の中で保存れている。1874年、ジェームズ・ M ・ウィルカーソン・シニアが、 ウィルカーソン受けを被害者という事業を起こした。これがジェームズ・ M ・ウィルカーソン総裁事業会社として存続し、アメリカ合衆国でも最古の黒人が所有する会社となっている。州中央精神病院とアメリカ陸軍受診化センターと学校のあったリートリではピーターズバーグ近くに建設された。ピーターズバーグ地域には1882年に バージニア公立高等師範学校として設立されたバージニア州大学がある。これはアフリカ系アメリカ人の高等教育のために作られた最初の公的四年生大学が全面的運営である。ジョン・マーサー・ラングストンが初大学長に選出された。ラングストンは成功した弁護士であり、オハイオ州で奴隷制度廃止運動家としてその経歴を始めた政治指導者だった。 ワシントン DC にあるハワード大学の法学部長見学長代行でもあった。1888年ラングストンは共和党公認でアメリカ合衆国議会議員に選出され、バージニア州では初の黒人連邦議員となった。またその後一世紀近くそのような例がなかった。1958年、ピーターズバーグはその生活水準ゆえに、 オールアメリカン式と名付けられた。1983年まで小売業や製造業が繁盛した。アメリカの多くの都市と同様に人種間問題が1968年から1980年まで吹き荒れ、公共学校の人種分離の問題では、州の首脳までが人種格理事を求めて抵抗した。20世紀後半の経済の非製造業化と構造変革で、 市内の多くの職が失われた。白人の家庭は、ピーターズバーグ郊外やリッチモンドへの移転を続けた。1985年、ピーターズバーグの政治家たちは、町の一番の雇用主であった、ブラウンウィリアムソンタバコ会社が、ジョージア州、メーコンに移転することを止められなくなった。1986年には、隣接するプリンスジョージ軍の大部分を併合して、 学校区を拡大し税収を増やす試みに失敗した。1989年、新しいショッピングモールをピーターズバーグに建設する交渉が難航すると、市内に残っていた多くの小売商が町の北にある新しいサウスパークモール地域に移転した。ピーターズバーグは経済的挫折を味わった。2007年時点でピーターズバーグは進化する小都市となっている。 かって活気に満ちたしかもは道北外れの元中心街は郊外の発展により小売商が撤退したために20世紀終盤までに衰退した。産業の構造的変化により地元の仕事と顧客は失われた。しかし東海岸の他の古い商都市と同様オールドタウンと呼ばれる最近のピーターズバーグ中心街は再生を経験しつつある。ピーターズバーグオールドタウン歴史地区は 他の歴史的地区と同国定歴史的地域リストに載せられている。多くのレストラン、専門店及び規模を拡大したアパートやコンドミニアムが開発され、さらに増加中である。サザンリビング氏は最近、HGTV が支払った額に見合うもので行ったように、この地域を特集した。この地域は活発な芸術活動の中心にもなり、 芸術同盟や舞台芸術センター及びレストランのシカモアルージュがある。毎月第2金曜日には芸術の金曜日を催し多くの場所で地元の芸術作品展示や音楽の生演奏を行っている。ピーターズバーグに本拠く投資会社ベロットソンホールディングス有限責任会社は地域で多くの建物を購入してきた。 これらは店舗やレストランを及びウォークアンティークモールと呼ばれている大きな骨董品市場に改装された。ウェロットソンホールディングスは住居や商業開発のためにオールドタウン他の建物を改修している。ピーターズバーグはニューヨークとフロリダ州のほぼ中間で東海岸にあり、週間高速道路95号線と85号線の交差点があり、 バージニア州とリッチモンドからは、ちょうど23マイル南にある、リッチモンド・ピーターズバーグ大都市圏を構成する13の自治体の一つである、アポマトックスボンチと呼ばれるリッチモンド・ピーターズバーグの3都市地域経済圏の一部あり、ディンウィッティー軍とプリンス・ジョージ軍の全部、チェスター・フィールド軍の南部及びホープウェル市と、コロニアル・ハイツ市を含んでいる。ピーターズバーグは、 バージニア州の製造業を中心として長い歴史がある。タバコ巨大会社、ブラウンウィリアムソンなど多くのタバコ会社の本拠であった。フリーツ・フォーソ・ソーダ、世界的に病院で使われているを最初に作ったサザン科学会社は街で親しまれた有名ブランドだった。アーノルド・ペン会社、スー・ド・トライク会社、ティトマス・オプティカル、ブレンコ・ボール・ベアリング及び 製薬会社トップ20欠に入る、ボーリンガー・イン・エルハイムは、ピーターズバーを本拠としている。ブラウンウィリアムソンが、ピーターズバーグを離れて、以降、歴史的建築物の保存に、重点投資してきた。その歴史的地区の18世紀、19世紀及び20世紀の、数多い建築物は、特徴があり、豊富な様相を呈している。 ピーターズバーグ歴史基金やバージニア文化、遺産保存協会のような団体が、市内建築物の多くを再生しようと動いてきた。ピーターズバーグ市の最も重要な資産の中で、1767年から1768年にかけて建設され、アメリカ合衆国国家歴史登録財に挙げられている、パンラーディオ様式の邸宅、バターシーがある。この邸宅は、 アポマトックス川上流、市の庭園にある37エーカーの敷地に立っている。非営利団体が市と共にこの資産の長期計画を行うために動いている。ピーターズバーグはに位置するアメリカが州国統計局によると、総面積は23.2平方マイルである。うち22.9平方マイルが陸地で、残り0.3平方マイルが水域。 水域率1.29%である。ピーターズバーグは、アポマトックス川幕府船に位置し、高知、大陸岩盤と海岸平の海岸中積層が出会うところである。幕府船は、川が岩盤を横切るときに早瀬あるいは滝を形成するのが通常である。川船はそれ以上内陸に進めず、航行可能点となっている。 港と水力の豊富な利用という需要によって、川が幕府船を横切る場所に、人々の定着や産業、商業の集積が進んでいる。幕府船、滝線に沿って、都市や集落が連なる、最も顕著な例は、アメリカ合衆国のアパラチア山脈と、海岸平原が出会う、東部海岸に沿ったメガロポリスの設立である。ピーターズバーグはこの滝線沿いの町の一つである。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。人種別人口構成2005年では、ヒヒスパニック白人の構成比は18.4%だった。アフリカ系アメリカ人は、幾分少なくなり78.6%だった。全人口の0.9%がアジア人であり、2.1%がラテン系だった。 年齢別人口構成、世帯と家族、体制対数収入と家計、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。